こんばんは、トーニャ・ハーディングです。先日、ゲット・ラウドという映画を見てですね、やっぱギターっていいな、やっぱ俺はギターが好きなんだなって、思いまして、なんか、まあ、曲作ったりギター弾いたりしてかなあかんなと、もうちょっとだいぶ誇りかぶっちゃってるんですけどね、思いまして、そうですね、昔ですね、もう5、6年、6、7年前、スパウォーズという曲を作りまして、こうなんかこういう楽しげな曲を作ったんですけど、汚いちょっとライブ録音しか残ってなくてですね、ちょっと URL 下の方に下の方に貼っときますんで、ちょっと聞いていただければと思うんですけど、まあ結構いい曲だと思うんですけど、自分でもちゃんと録音してないんで、まあ録音しようかな。スパウォーズなんかこう楽しい感じなんですけど、生まれた経緯がですね、面白くて、その、まあ、盟友、そうですね、親友の加藤正人という歌の大好きなやつとですね、まあ、名古屋のスティービー・ワンダーですね、そうですね、まあ、その、まあ、僕は、あれですね、そのうち、宮古島の、木田太郎、宮古島のガーシュインなんて言われたら嬉しいなと思うんですけど、まあその名古屋のスティービー・ワンダーが、かつて彼も早稲田に住んでいたんですけど、そこでですね、まあよく二人で飲めない酒飲んで酔っ払って、彼ん家で大声で歌ったりして怒鳴り込まれたりとかですね、そんなことして、そんな中で酔っ払ってできた曲なんですね、こう。あ、このフレーズよくね？このフレーズよくね？なんつってですね、が発展して、なんてこうちょっと軽快な感じになってですね、こう、まあこんな感じでどんどん軽快にフレーズが生まれてって歌物のした曲になったんですね。まあちょっとこれちゃんとスタジオ録音しなきゃいけないなってことで、また実は5、6年の時を経てですね、やろうということになりまして、ちょっとギターも練習しないと指が全然動かなくなってるんで、ちょっとね、なんかこういう練習してですね、ちょっと録音できるようにしないといけないですね。まあ、頑張りたいと思います。